それ一本で勝ちを呼び寄せるもの、生命線ですね。絶対的なもんだと思います。戦艦でいうところの手法みたいな感じでしょう、ね、左の蹴りの方が僕得意だったんですよ。まああからさまに僕はもう左しか蹴りませんよっていうような感じで僕はもう言っちゃってます。左緑蹴るから注意してねっていう感じで、そうすると逆にあの他の前蹴りだったりとかそのパンチだったりとかが生きてくるんで、まあだから思いっきり相手にとって警戒してもらった方が僕にとっては都合がいいかなと思います。では、ミドルキックを当てる位置を再確認したいと思います。まずは左足の親指からこのすね、頸骨、このラインですね、頸骨のこのラインで当てることにしましょう。で、頸骨なんですけれどもやや真ん中よりも内側に走っています。これを当てるためにはまずまっすぐ足を出さなければいけません、相手に対して。でその時にしっかり振ってしまうとまた頸骨ではなくて筋肉に当たってしまうのでそこが打撲になってしまいます。痛いのでもう次は蹴らないでおこうかなっていう感じになってしまうのでできるだけ内側に蹴りたい。なのでしっかり膝の位置と足を伸ばすタイミングを確実にしましょう。ミドルキックを蹴るときに頸骨でしっかり相手を当てるっていうシチュエーションをもう一度再現したいと思います。まず前蹴りをやりたいと思います。この距離で、しっかり前蹴りが打てるとこの距離でミドルキックが当たるっていうことにもなります。では悪い例をいきたいと思います。この位置で蹴ってしまうとどうしても足が回ってしまうんで膝も曲がってしまいます。ってことは頸骨に当たらないんで肘の位置に当たってしまうと頸骨ではなくて筋肉に当たってしまうんで打撲を起こしやすい形になります。では立ち位置の、レクチャーをします。まず構えていただいて、オーソドックス同士の場合であると左足が相手に対して相手の顔の位置と左足の位置が同じ場所であると相手と自分と攻撃が受けるけども攻撃できる、まあ、50-50 の位置ですねと言ってるんですけれども、その位置にいられると思います。まずその位置に自分を置いてもらって、逆にこの位置からちょっと外れて自分の有利な位置に行こうかなってしちゃうと相手もそれに気づいて動いてしまいます。なのでまず動くんではなくて 50-50 を取ることをまず心がけてください。そこから自分でジャブを打つなりリアクションしてください。それで相手がどう動いたかでまず左ミドルを蹴りたいんであればそこから少しずつ右に寄っていくようなイメージ、そうですね、自分から右の方向、斜め45度の方向に体を持っていくような形でやりましょう。まず相手の顔の位置と左足の位置が同じ位置、ここが 50-50 ですね。この位置にいます。で相手をジャブしながら攻撃、プレッシャーをかけていきます。で相手がまあ下がったりちょっと動いたりするとどっちかに動きやすくなると思います。でその時にまあ左ミドルなんでまずはちょっと右手で揺さぶるようなイメージでガードさせるようなイメージ、右の攻撃がいくよっていう意思をこっちから表示すれば相手はそうしっかりそれに対してディフェンスします。そうするとこの道が開けるので45度に右で踏み込んでもらって蹴ります。